ボビー・ブルー・ブランドはアメリカ合衆国のブルース歌手。ゴスペルの影響を強く受けた深みのある歌声を聴かせる。楽器を弾くシンガーが多いブルースの世界において歌一本で1950年代初頭から晩年の2010年代まで活躍した。黄金期を築いたデュー・クレイベルでは多数のミュージシャンにカバーされたターンオン・ユア・ラブ・ライトや エリック・クラプトンのレパートリーにもなったファーザー・オン・アップ・ザ・ロードをはじめ数多くの作品をリリース80年代以降もマラコレーベルへ移籍して活躍を続けメンバーズ・オンリーが代表曲の一つとして知られるようになったまるでタンを吐くように喉を鳴らす商法は独特で彼のトレードマークとなっているローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて 第44位。1930年1月27日、メンフィス郊外のローズマークに生まれる。1948年にメンフィスに移住すると、ゴスペルグループミニチュアーズで音楽活動を開始した。続いて、BB キングラがメンバーだったビールストリーターズに参加。1951年、モダンレコードに初のレコーディングを行う。 翌1952年には、チスにてシングルを1枚リリース後、デュークレコードと契約。同レーベルには20年以上にわたって在籍し続け、その間 R&B チャートのトップを飾った、Father on Up the Road をはじめ、I'll Take, Care of You, Turn On Your Love Light, IPT The Fool, Yield Not Too Temptation などのヒットを世に送り出した。1973年に、 デュークが ABC レコードに買収されると、ブランドも ABC 所属となった。この時期にもブランドは、スティーブ・バリの制作による曲、エントノーラブ・インザ・ハート・オブ・ザ・シティのような傑作を発表している。1978年、クラレンス・ゲートマウス・ブラウンとのカップリングで、初の日本ツアーを行った。1988年、1998年にも来日している。 1979年に ABC が MCA レコードに買収され MCA 所属となるが引き続き作品はリリースを続けた。1985年にはミシシッピ州のブルース、ソウル系インディーレーベルマラコレコードに移籍し同レーベル一作目となるメンバーズオンリーをリリースした。ブランドは南部のアフリカ系アメリカ人に根強い人気を保っており、 彼ら向けの作品を多くリリースしているマラコへの遺跡はブランドの方向性と合致した動きだったと言えるだろう。同作を皮切りにマラコでは多くの名作をリリースしており、マラコ時代はデュークに続く第2の黄金期と言われている。1992年ロックの殿堂入りを果たした。1997年にはグラミー賞のライフタイムアチーブメント賞を受賞している。 2013年3月、肺炎などによりメンフィスの病院に入院。病気療養中の2013年6月23日、メンフィスの自宅にて死去した。83歳だった。ありがとうございます。